7日の王妃、パクミニョン、悲劇の物語、自分でも驚くほど泣きました。このインタビューにはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。パクミニョン×ヨンウジン×イ、ドンゴンの3大スター豪華共演で話題となった、2018年ナンバーワン王宮ロマンス大作、7日の王妃、DVD が好評リリース中。ときめき、ソンギュンワン、ソンギュンカン、スキャンダル、DR、ジン、など数々のヒット作に出演し、高い人気を誇るパクミニョンは本作で、二人の王から愛されるヒロインのシンチェギョンを好演。初恋に心躍らせ、愛に嘘をつかない純粋な女性を大人の魅力で演じ切った。今回、DVD リリースを記念してパクミニョンのインタビューが到着。自身のキャラクターの魅力や話題となった涙の演技の秘訣について、日本ファンへのメッセージまでたっぷりと語ってくれた。プレゼント、7日の王妃、好評リリース、パクミニョン直筆サイン入りポラを1名様に、応募はツイッターをフォロー&ツイート。このドラマへの出演を決めた理由を教えてください。パクミニョン、7日の王妃、という作品は、そのタイトルからも、悲劇の物語の序幕を告げるものであることがわかります。とても気に入りました。私自身も悲劇の物語を見ることが好きですし、この作品は演じがいがあると思いました。過去の作品では、ほとんど取り上げられてこなかった畑、タンギヨン、王侯、シンチェギョンという人物の生涯を、新たに解釈してみたいという好奇心が半分、うまく演じられるのではという期待感が半分という感じで、出演を決めました。いよいよと夏場の時代劇はとても過酷なんですよ。そのハンディキャップを承知で、挑戦してみたいという気持ちが強かったと思います。ときめきソンギュンガンスキャンダル、いや、DR。C、スーテンワン 7KBS、オールライツリザーブド。公式サイト、http://kandera.jp、sp、7日。